クリストファー・デビッド・スチュワートは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディーのンフォンタナ出身のプロ野球選手。ウトウ右ギ MLB サンディエゴパドレス参加所属。相性はスチュー。2001年の MLB ドラフト12巡目で、シカゴホワイトソックスから指名され、プロ入り。2005年11月18日にルール5、ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2006年2月28日にホワイトソックスと1年契約に合意した。3月14日にトリプル A 級シャーロットナイツへ移動した。9月1日にメジャー初昇格し、16日にメジャーデビューを果たした。2007年1月12日にジョン・ルハンとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍。2月8日にレンジャーズと1年契約に合意。6月9日に トリプル A 級オクラホマレッドホークスへ降格。10月15日に40人枠外となった。2008年3月27日に自由契約となった。2008年4月3日にニューヨークヤンキースとマイナー契約で合意した。4月28日にホルヘポサダの控えとしてメジャーへ昇格した。4月30日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリヤンキースへ降格した。 6月30日にリーフとなり、7月2日にマイナー契約に切り替わった。2009年1月12日にフルス・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、3月22日にトレードでヤンキースへ復帰した。この年もトリプル A 級スクラントンウィルクス割でプレーした。2009年11月22日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。 2010年9月1日にメジャーへ昇格したものの、わずか2試合の出場にとどまった。オフの10月6日に DF となり、8日に FA になった。ジャイアンツ時代2011年1月14日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。5月26日に怪我でシーズン絶望となったバスターポージーに代わって昇格した。 8月9日のピッツバーグパイレーツ戦では、ジェームズ・マクドナルドからメジャー初本塁打を記録した。2012年4月4日に、ジョージ・コントスとのトレードで、再びヤンキースへ移籍した。バックアップ保守として、開幕からベンチ入りし、46試合にスタメン出場した。そのうちの18試合は、CC サバシア先発時で、シーズン前半はパーソナルキャッチャーのような、 使われ方をしていた。守備では、ボールブロックの上手さが光り、ワイルドピッチを出す頻度は、最小レベルだった。2013年はキャリアで、初めて正捕手を務め、自己最多の109試合に出場して打率、211、4本塁打、25打点、4盗塁を記録した。2013年12月2日に金銭、または後日発表選手とのトレードで、 パイレーツへ移籍した。2014年3月21日に右膝を手術し、29日に15日間の故障者リスト入りした。4月6日にリハビリのため A 級ブレーデントンマローダーズへ配属された。4月19日に復帰した。レギュラーシーズンでは、ここ4年で自己最小となる49試合の出場に止まったが、打率。 294はそれまでの自己ベストを大幅に更新する数値であり、打撃面での成長を示した。本類打は4年ぶり、盗塁は3年ぶりに0だった。盗塁阻止率は23%である。2015年、控え保守として58試合に出場。打撃面では、打率289をマークし、前年に開花したミート力がまぐれでないことを証明。 守備面では52試合でマスクをかぶり、9失策を犯したが、DRS はプラス4という安定した数字だった。2016年は34試合まで出番が減り、打率、214、1本塁打、7打点、オプス0.604という成績に終わった。なお、本塁打を打ったのは3シーズンぶりだった。ディフェンス面では、十一試合でマスクをかぶってに失策。 守備率、990DRS-5、投類阻止率27%という内容で全体的に低調気味だった。また、1試合だけ1塁手を守った。マイナーの AAQR2 ナカーブでは、10試合の出場で打率、200点3打点を記録した。2017年11月3日に FA となった。2018年2月14日に、 アトランタブレイブスと一年契約を結んだ。シーズン開幕後の4月4日に、リーフとなり、6日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級グーイネットストライパーズへ配属された。8月22日に再びメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。8月26日にリーフとなり、28日に、マイナー契約でトリプル A 級グーイネットへ配属された。 2018年8月30日に金銭トレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍し、参加の AAA 級リの AC ズへ配属された。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月29日に FA となった。2019年1月24日にパドレスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 ありがとうございます。